日本列島の北側の海岸はもうすべて、クラゲにインベードされているような状態で、で1匹がだいたい数百キログラムになりますので、それを撤去するのは非常に難しい、そういうことになりますので、ただ働きですね、撤去作業だけで収入がないという状態に、漁師さんたちは陥ることになります。今クラゲで大変地方の皆さんが困ってますので、その困っているのを何か、産業に変えて、で、その例えばクラゲですと、クラゲの体表面の粘液がありますが、そういったものがクラゲを守っているわけです。ということで、純度と、均一性が良いというムチンが取れているというところが新しいと思います。でそれは考えてみれば、クラゲというのは非常に原始的な胃袋の形をしています。胃袋が泳いでいるのが、クラゲなんじゃないかと思います。まずは胃液とか唾液の人工物を作ることができると思います。あるいはそのドライアイ、それからあとはアイスクリームに入れるとか、そういうノベルティを追求したようなことをやってる人はいますが、実際以上それは対策にはならない。そうなってクラゲからムチンを取るのが一つの、そのインダストリーとなって成立すれば、成り立つであろう。